久保さん、テスト、すするってことですね。テストテストしてみると。これね、この前、先月かな、大切なお知らせで3発作ったんですよ。で、1個目は、まあ、再生数が回る。まあ、これはもうデータで出てるんですけど、スーツ姿でやるっていうスクショね。で、次が普通の服。で、次が、えー、の裸っていうね、スーツ、普通の服、裸みたいな。で、これ面白かったのが、裸の、裸でやった時なんですけど、あの、 あの僕の筋肉を見て、キャーっていうね、うわーみたいな女性が現れまして、で、無料プレゼント登録してました <laughs>。で、その大切なお知らせを見て、なんかちょっとときめいたらしいんですけど、はい、まあ、商品は買わなかったですけどね、無料プレゼント、まあリストは登録ありましたけど、あテストしてみるってことですね。うん、その、面白いですね。で、その人、しかもね、久保さん、 新規ですからね。新規。お新規で来たそのメールアドレスは新規だったんですけど。お新規で来たんだ。みたいな。<laughs> なんか、あのー、なんだ、なんかいろいろ書いてありましたけど。<laughs> やってみないとわかんない部分もあるんで、もちろんそのステージごとにいろいろ戦略はあるんだけども、その戦略もやってみないとわかんないし、まあテスト、まあ僕が習ったのはとりあえずテストしろと。とにかくテストしろっていうのは習って、まあいろいろテストして、 えデータ見てって感じですかね。だか久保さんもね思わないでしょうね。まあ、久保さんのデータなんか吉田さん入金があるんですよみたいなお客さんから勝手に入金がありますよってほんまかいなと思ってましたけど僕もずっと発信ね自分のキャラクタービジネスやってて実際に今年の今年のお正月もね吉田さんすいませんお年玉少ないですけどよかったらっつってね <laughs> お年玉入金されましたしラーメン代も入金されたことあるしなんかね 不思議ですね。これやってみないと分かんないですねで。今まで僕は裏方だったんで、そういうことはなかったですけども、実際自分が表に出て、あそういうことがあるんだ、久保さんが言ってたこと本当だなっていうのは、あの前は疑ってたけど、やってみて、ああ、本当にあるんだなっていうね。疑ってたけど、疑いは晴れたってことですね。言ってらっしゃい。